お前なら平気だ。まあ10年くらいなのかな。10年はいついか。でも人生の半分くらいの年数を。寂しくなるな、プリンセス。いや、そんな照れるわ。うふ。育ててくれたね、この二人に。やっぱりなんだかんだ相談はなかったけど、感謝いっぱいだよね。すぐに会いに行くからね。それは言って、なんかこの言葉にはなんか信用性があるね。待ってる、信じてくれるね。でも根っからの教授だったとしたら、いつでも力になるよ。次の実験体を見つけてもやってるって感じね。時間だ。ああ見てらんねえ、さっさと行くぞって顔だな。まあでもなんだかんだで一緒にね、ミッションこなす有料なパートナーになってっからね。前回のパートといい、今回のパートといい、なかなか展開としては